ありがとうございます。期間限定のフレーバーポテト、気になっていたのだけれど、近くのお店では頼みづらかったのよね。空いてる席は、ここにしようかしら。はぁ。ん？何かしら。隣の席から凄まじく深いため息が聞こえたけれど。あら？確かこの子、前にお花見に来ていた、霧ヶ谷さん？ん？あ、さよさん、どうもです。どうかしたんですか？なんだか元気がないようですが。はぁ、そう見えます？そうとしか見えませんが、何か悩んでいることでもあるんですか？聞いてください。実は。なるほど。もうすぐライブなのに曲が未だに全然弾けていないと。もうマジでヤバいです。全然指が追いつかないし、どこ弾いてるのかこんがらがってくるし、しかもライブの前にバンド内でテストもあるんです。テストですか？ライブでやる新曲、私の見せ場があるんですけど、曲を作ったルイが中途半端な演奏をさせる気はないって言ってて、テストで私がバッチリ弾けなかったら、私の見せ場のとこ自分が弾くって言ってるんですよ。おかしくないですか？ん？至極真っ当な判断かと思いますが。へえ、ちょっとさよさん、どっちの味方なんですか？別にどちらの味方でもありませんが、とにかく深刻な状況ということは分かりました。マジ絶体絶命って感じですよ。みるみるギターが上手くなるコツでもあればいいんですけど、そういうのなんかないですか？コツですか？技術を向上させたいのなら、繰り返し練習をすることが一番の近道だと思いますが。ですよね。はあ、終わった。マジで終わった。冗談でも、そんなことを言うべきではないと思います。バンドとして活動する以上、任されたパートには責任を。でも一人で練習してても全然上手くなった気がしないんですよ。集中力も持たなくて。あ、どうかしましたか？さよさん、私にギターを教えてください。え？私、一人で練習するより誰かに教えてもらった方が伸びるタイプだと思うんです。多分一人じゃちゃんと弾けてるのかもよく分かんなくなってきたし、だからお願いします。そう言われても、私は人に教えるほどの腕前ではありませんし。いやいや、教えるほどの腕前ですって。自信持ってください。さよさんならできます。それは買いかぶりすぎです。というか、なぜ私が応援されているんですか？お願いです。見捨てないでください。見捨てる見捨てないの話ではなく、今の私にはさよさんしか頼れる人がいないんです。さよさんに見捨てられたら本当に本当におしまいです。マジで。ちょっと霧ヶ谷さん、声が大きいです。静かにしてください。他のお客さんに注目されています。他のお客さんの話より私の話を聞いてください。本当、一生のお願いなんで、可愛い後輩を助けると思ってお願いします。あれ、石川先輩とどうこう？いえ、人違いで。って花園さん？見たことある二人がいると思ったら、やっぱりそうだ。あ、そのポテト新作フレーバーのやつだ。二人でポテトパーティー？違います。あれ、違った。じゃあ何してたんですか？いえ、特に何をしていたというわけでもないのですが、実は。
それでギターを教えるのを断ろうとしてたんですね。ええ、教えられると期待されても困ります。きちんと人に教えた経験はないですし。なるほど、確かにその通りですね。ええ、分かってもらえて何よりです。それじゃあ私も一緒に教えます。え、本当ですか？ちょっと待ってください。どうしてそういう結論になるんですか？え、だって氷川先輩、ちゃんと教えられるか不安だから断ろうとしてたんですよね。でも大丈夫、実は私、かすみにギターを教えたことがあるんです。二人で教えるなら氷川先輩も安心して教えられますよね。いえ、そういうことではなく、さよさんとおたえさんが教えてくれるとか超やばい。私めっちゃ上手くなっちゃうんじゃね。うん、トーコが超上手くなるように氷川先輩と一緒に頑張って教えるね。待ってください、私は一緒に教えると言った覚えは。はあ、どうして私も練習に付き合うことに。ん？氷川先輩、なんだか元気ないですね。いえ、気にしないでください。へえ、サークルのスタジオってこんな感じなんですね。あ、なんか見たことない機材がある。写真撮っとこ。あれ、トーコ、もしかしてスタジオに来たのは初めて？私らがバンド始めた時ってどこも予約が取れなくて、普段はナナミの家のアトリエで練習してるし。ああ、一時期はかなり混んでいましたからね。今は予約の数も落ち着いてきたようですが。それはともかく練習を始めましょう。楽譜を見せてもらえますか？あ、はい、これです。だね、トーコの見せ場のところも聞けたらすっごく盛り上がると思う。その分ギターを始めたばかりでは苦戦しそうなフレーズが多いですね。まずは通して聞かせてもらえますか？わかりました。あ、超かっこよく弾くとこあるんで見逃さないでくださいね。よし、どうでした今の？私的には今までで一番いい感じに弾けたんですけど。 A メロのこの部分、腕の振りが不必要なほど大きかったのはどういう意味が？お、そこに気づくとはさすがさよさん。あれは私が編み出した超かっこいい弾き方です。いえ、どう考えても演奏の妨げに。あれ、すっごくかっこよかったですよね。おたえさんもわかってるな。私もやってみようかな。氷川先輩もやってみません？やりません。というか花園さんもやらないでください。そんなことより、全体を通して演奏に正確さが足りません。え？音の強弱ももっとメリハリをつけるように意識してください。テンポも一定に保てていない箇所がいくつもありました。他にも。さよさん、ちょっとストップ。ん？何か気になるところでも？なんか気にしなきゃいけないことめちゃめちゃ多くないですか？ええ、そのくらいこの曲には求められていることが多いということです。う、ルイのやつ、私にいろいろ求めすぎなんだけど。それだけトーコのことを信じてるってことだね。え？だってトーコならできるって思ったからこういう曲にしたんでしょ。私ならできる。なんだよルイのやつ、なんだかんだ言って結局私を認めてるってことか。そろそろ練習を再開してもいいですか？あ、はい、もちろんです。とりあえず今日は一小節目から順に正確に弾けるようになるまで練習しましょう。桐ヶ谷さん、今演奏していた部分、3小節目からまた運指がおろそかになっています。それに後半に行くにつれてテンポが遅くなっています。ボーカルの歌い出しと音を合わせられるように意識しましょう。じー、なんですか？
花園さん。昨日は教える自信なさそうだったのに、今日はやる気いっぱいだなって思って。いえ、前向きに取り組んでいるわけではありません。とはいえ、教えることになった以上、中途半端にはしたくないですから。桐ヶ谷さん、今の説明、理解できましたか？言ってることは、なんとなく。でも、それを意識して弾くのって、難しくないですか？ただでさえ、弾くときこんがらがってる指が、ますますめちゃくちゃになりそうっていうか。はぁ、弱音を吐いている場合じゃないでしょ？先日も言いましたが、バンドとして活動する以上、ギターとして責任を持って。ですよね！ちゃんとわかってます！それならいいのですが、テスト当日は今指摘したことを意識しながら、周りの音にもきちんと合わせるようにしてください。いや、まだあるんですか？そんなにいっぺんにいろんなこと言われても無理ですって！あ、また弱音吐いてる。違うんです、これは弱音じゃなくて感想です。感想？はあ、こんな調子でテストまでに弾けるようになるのかしら。桐ヶ谷さん、この前指摘した部分、またテンポが乱れています。そんなこと言われてもいっぱいいっぱいなんですって。桐ヶ谷さん、また弱音を吐いて。違います、これは弱音じゃなくて説明だから。セーフです、セーフ。よくわからない理屈を持ち出さないでください。でも瞳子ってなんだかんだ言ってちゃんと投げ出さないで練習してるよね。それは偉いと思うな。もう次は絶対完璧に弾いてやる。確かにもっと早く音を上げると思っていたけれど、けどなんでできないんだろうな。ゆっくり弾くとできるんですけど、普通のテンポだとここで絶対指がもつれちゃって。もしかすると演奏の際の癖が原因かもしれませんね。癖？どういうことですか？演奏の際に指の形が安定していなかったり、腕に力が入りすぎているのかもしれないということです。私たちが桐ヶ谷さんの癖を指摘できれば、直し方を教えることもできそうなのですが。何それ、私的には普通に弾いたつもりなのに。演奏の癖って言われてもな、自分でもよくわかんないのに直せる気がしないんだけど。けど直さないと弾けないままだし。美咲、今日は付き合ってもらえて助かったよ。シェイクスピアの名言に浸っていたら突然インスピレーションが湧いてきてね。いえいえ、急に呼び出された時は何事かと思いましたけど。すまないね。だがおかげで儚いのテーマソングに匹敵する名曲の誕生にまた一歩近づいたよ。あはは、それならよかったです。あれ、あそこにいるのって瞳子ちゃんじゃないか。こんな儚い夕日の下で出会えるなんて運命を感じるね。どうしたら。全然気づいてない。おーい、桐ヶ谷さん。あ、美咲さん、それにカオルさんも。いやー、瞳子ちゃん、憂いに満ちた表情をしていたけれど、何か悩み事かい？いや、そうなんですよ。実は。なるほど。演奏の癖が原因で弾けないところがあると。そうなんですよ。それでめっちゃ困ってて。そういうことなら、私も協力しようじゃないか。もしかして相談に乗ってくれるんですか？ああ、同じギタリストとしてアドバイスできることはあると思うよ。うわー、カオルさんめっちゃいい人。本当にありがとうございます。
なんですけど、詰まってるのはここのとこで。なるほど。確か癖が原因と言っていたね。それならここは儚く引いてみるといいんじゃないかね。儚く？ああ、儚く。なるほど、儚くか。え？儚く引くって何ですか？カオルさん、何かアイデアがあるなら引いてみせた方が早いと思うよ、絶対。行動は雄弁だということだね。それなら私が引いてみようじゃないか。どうだったかな。おお、めちゃめちゃかっこいい。私、人があんなにぐるぐる回るとこ初めて見たかも。儚いターンだろ。子猫ちゃんからも人気のパフォーマンスなんだ。カオルさん、引いてみせるだけなのに動きすぎじゃない？ライブじゃないんだから、そんなに飛んだり跳ねたりしなくていいのに。ん？これこそが私の教えたかった儚い弾き方だよ。とても素敵な曲だからね。曲に身を委ねて体の動くままに弾くのが一番だと思ったんだ。そうは言っても動きすぎじゃない？でもそれちょっとわかるかも。私も弾いてると体が動いちゃうんで。でもすごいですね、カオルさん。あんなに動いてるのにちゃんと弾けてるし。トウコちゃんも練習すればきっとできるようになると思うよ。じゃあまずは初めから演奏してみようか。思ったより難しいですね、これ。お疲れ様。教えたところはとても儚い演奏になっていたと思うよ。やった、美咲さんもありがとうございます。え、私何もしてないけど。そんなことないですよ。カオルさんが何言ってるか分かんない時の通訳超助かりました。どういたしまして。でさ、二人とも盛り上がってるところ悪いんだけど、さっきの詰まってるとこの話はもういいの？え？詰まってるとこ？いやいや、桐ヶ谷さんそれで悩んでたんでしょ？あ、そうでした、そうでした。あれ？でもさっき練習したところは普通に弾けてたような。え？なんで？いや、私にもさっぱり。あ、もしかして急にギターの才能が目覚めたとか？まあ弾けるようになったならよかったね。はい、この弾き方ならライブで演奏する時のパフォーマンスの参考にもなりそうだし。ああ、桐ヶ谷さんもああいうパフォーマンスしたい人なんだ。そりゃそうですよ、ライブするからにはかっこよく決めたいじゃないですか。わかるとも。人々は儚いものに心惹かれるものだからね。それで、よければ他のところもかっこよく弾きたいんですけど。練習に付き合ってほしいということだね。だが、もうこんな時間だし、続きは次回でも構わないかな。もちろんです。っていうか、ありがとうございます。それじゃあしばらく放課後はここで美咲と儚いメロディーを探していると思うから、いつでも来るといい。やった、二人とも見てました？今の私、最後までバッチリ通して弾けてましたよね。うん、ちゃんと見てた。弾けるようになってよかったね。ええ、かなり演奏が形になったと思います。詰まっていたフレーズもスムーズに弾けるようになっていましたし。はぁ、あ、よかった。テストまでに間に合わなかったらどうしようかと思った。まだライブで披露できるクオリティではないけど、ひとまず形になってよかったわ。それにしても自力で癖の問題を解決してくるなんて、弱音ばかり吐いている人だと思ってたけど。氷川先輩、どうしたんですか？いえ、
霧ヶ谷さんのことを誤解していたのかもしれないと思って。ただ気になるのは、瞳子の演奏が気になる？ええ、花園さんは霧ヶ谷さんの演奏をどう思いますか？上手くなったと思います。冷凍ハンバーグがだんだん解凍されてきた感じ。その例えはよくわかりませんが、弾き方が変わったように感じませんか？ライブパフォーマンスのような動きも増えましたし。あ、確かに。でもいいんじゃないですか？前詰まってたところも弾けるようになったし。それが不思議なんです。急に弾き方が変わり、それに伴って以前苦戦していた箇所の演奏のクオリティは向上した。その理由がわからなくて。瞳子には聞いてみました？いえ、もし無意識にやっていることなら指摘することで元通りになってしまうかもしれませんから。まあ結果として演奏が改善されているので、もう少し様子を見守ってみることにします。氷川先輩、すっかり瞳子の先生みたいですね。そういうわけでは。ただ頼まれた以上責任を果たしているだけで。そっか。けど瞳子がテストに合格したら一緒にライブ見に行きましょうね。ええ、そうですね。あら、あそこにいるの霧ヶ谷さんですよね。カオルさんと美咲もいますね。瞳子とカオルさんはギター持ってるけど。カオルさん、こんな感じですか？素晴らしいね。日に日に儚さが増しているのを感じるよ。あ、儚さって増すものなんだ。前回教えたところまでは完璧だよ、瞳子ちゃん。あまりの儚さに胸が震えたよ。やった！じゃあ今日は新しいとこやりたいです。ここをもうちょっといい感じに弾きたいんですよね。うん、それならここはポーズを決めてみようか。いいですね、それ。カオルさんの案採用。あ、でもどうせならもうちょっと派手に決めたいかも。それなら一度ポーズを取ってからジャンプしてみるのはどうかな。カオルさん、もしかして天才？それめっちゃいいですね。それなら今日は儚いジャンプの方法を教えようじゃないか。コツは自分が白鳥になったつもりで飛ぶことさ。白鳥ですか？ああ、水面から華麗に飛び立つ彼女たちのように翼を大きく広げて空に舞うんだ。なんかギター持ってぴょんぴょん飛んでますね。よくわからないけど、なんか楽しそう。これは何？なるほど、瀬田さんからもギターを教えてもらっていたというわけですね。カオルさんマジすごいんですよ。弾いてる時のパフォーマンスも超決まってるし、めちゃめちゃ動くのにちゃんと弾けてるし。だからあの曲を弾く時のパフォーマンスを一緒に考えてもらってたんです。儚いものに惹かれるのは仕方のないことだからね。それに私も謎なんですけど、カオルさんに教えてもらった動きを入れるとなんか弾きやすいんですよね。瀬田さんから学んだ動きで弾きやすくなった？そういうことだったんですね。ようやく謎が解けました。え、謎って何の話ですか？ええ、実は。なるほど。変な癖がついてて弾けなかったところが突然弾けるようになったと。はい、ですがその代わりに弾き方がライブでのパフォーマンスを意識したものになっていて困惑していたんです。あー、それ完全にカオルさんの影響ですね。ん？演奏が変わった理由は分かったけど、でもどうしてそれで癖がなくなったんだろう。それが儚さの力というわけだね。カオルさん、それ何の説明にもなってないから。いえ、
瀬田さんの言う通りかと。え、さよ先輩、冗談言ってます？ いえ、これは真面目に言っています。ハロハピのライブは何度か見たことがありますが、瀬田さんはステージでのパフォーマンスに力を入れていますよね。確かにライブ中すっごく動き回ってる。あれでよくちゃんと弾けるなって思う時があります。そこなんです。つまり瀬田さんはそれだけ動いても音が乱れないような独自の弾き方をしている。そんな瀬田さんの弾き方を練習していたということは。それってつまり。ええ、桐ヶ谷さんの癖を瀬田さんの癖が上書きしたんです。そんな毒を持って毒を制すみたいな、いや毒って言ったらあれだけど、っていうか自分の弾き方をすれば癖が出ないって言ってたけど、めちゃめちゃ癖あるじゃん。まさか桐ヶ谷さんの演奏を改善するのにこんな方法があるとは思いもしませんでした。シェイクスピアもこう言っている。習慣も大事だが、中には守るより破った方がいいものもあるとね。出た、カオルさんのシェイクスピアだ。あ、サヨ先輩気にしないでください。カオルさんのあれは発作みたいなものなんで。いえ、もしかして瀬田さんが言いたいのは、固定観念にとらわれていてはより良い成果を得ることはできないということでは？つまりそういうことさ。いや、カオルさん絶対そこまで考えて言ってないでしょう。確かに瀬田さんの言う通りです。瀬田さんのような方法は私にはきっと思いつきませんでした。瀬田さん、桐ヶ谷さんと同じように私にもギターを教えてもらえませんか？さよ先輩？え、さよさんも一緒に練習するんですか？ええ、瀬田さんからギターを教われば今まで私の知らなかったような発見ができる気がするんです。いやー、もっとやり方あると思いますけど。あ、なんか楽しそう。私も教えてほしいです。カオルさんのギターすっごく楽しそうな音だから。もちろん構わないよ。私のギターが少しでも子猫ちゃんたちの助けになるのなら、これほど嬉しいことはないからね。ええ、よろしくお願いします。なんかトントン拍子で話が変な方に進んでるんだけど、そういえばさよ先輩ってお祭りの時もそうだったけど、意外とあっち側の空気に飲まれやすいんだったっけ。みんなそれぞれにとても儚い演奏だったよ。そうでしょうか。あまり瀬田さんのように弾けたとは思いませんでしたが。儚さは人それぞれだからね。それを感じられただけでも意味のあることさ。そうですね。こうして教えてもらわなければ、瀬田さんがここまで観客への見せ方を意識しているとはきっと気づけなかったと思います。ライブを見に来てくれている子猫ちゃんたちにはどこから見ても最高の瀬田カオルを見せてあげたいからね。なるほど、それが瀬田さんの目指す高みというわけですね。おー、カオルさんかっこいい。ほんとそういうところだけはちょっと尊敬するよね。あ、そうだ、次の練習からみんなでやりませんか？確かに一緒に練習した方が効率も上がりそうですね。私は構わないよ。私も乗りかかった船ですし付き合いますよ。桐ヶ谷さんはそれでいい？全然 OK です。先輩4人に教えてもらうとか、なんか最強チームって感じじゃないですか。何それ。ではテストも近いことですし、ここからは曲の完成度をより高めていきましょう。おや、テストというのは？ライブ前にバンド内での演奏試験があるんです。そこで不合格だと自分のパートを変えられてしまうそうで。確か2週間後でしたよね。はい、ちょうど2週間後です。ちゃんとスケジュールアプリにも登録しといたんで間違いないです。あれ、どうかしたの？いや、2週間後のとこになんかライブ当日って
って書いてあって。霧ヶ谷さん、テストはいつの予定なんですか？ライブの10日前なんで、あと4日です。やばいやばいやばい、私史上トップクラスのヤバさなんだけど。落ち着いてください。すぐサークルに戻って練習を再開しましょう。忙しくなりそうだね。なんか燃えてきたかも。じゃあ私今のうちに予約の電話してきますね。明日からの3日分。霧ヶ谷さん、厳しい練習になると思いますが覚悟してください。よろしくお願いします。霧ヶ谷さん、まだテンポが乱れています。そこは少し早く弾くくらいの気持ちで。はい。2小節前の私が教えたところは良かったよ。ライブ当日もあのイメージで弾ければ問題ないさ。はい。氷川先輩が言ってたところはもう少し指を立てて弾いた方が弾きやすいかも。はい。あの、そろそろ休憩にしませんか？霧ヶ谷さん、だいぶバテちゃってるし。やばい、今絶対人生で一番練習してる。そうですね。それでは15分後に再開ということで。明日はいよいよテスト当日だね。氷川先輩、間に合うと思います？瀬田さんたちも一緒に教えてくれていますし、ギリギリなんとかはなると思いますが。霧ヶ谷さんの体力が心配ですね。あんなにぐったりしてる人そうそう見ないですよ。ああ、ライブ前に無理をしてしまってはテストに合格しても意味がないからね。とはいえ、ここで練習をやめてしまっては本番で後悔するのはきっと霧ヶ谷さん自身です。その通りだね。ここは先輩として私たちが支えてあげないと。ええ、協力して頑張りましょう。あら、霧ヶ谷さんは？ああ、やばい、超疲れた。おや、こんなところにいたんだね。あ、カオルさん。いや、ちょっと外の空気吸いたくて。この3日間、かなりハードな練習を続けているからね。休めるときに休むのは大事なことだよ。先輩たちも付き合ってくれてありがとうございます。マジで感謝してます。可愛い子猫ちゃんのためなら、このくらい造作もないことさ。きっとさよたちも同じ気持ちだと思うよ。カオルさん。みんなほんといい人ですよね。私が神様だったら、みんなの願い事を一個ずつ叶えてあげるレベル。さよさんにカオルさん、おたえさんにみさきさん、みんなに練習見てもらえてほんとよかったです。みんなできるようになったくらいじゃ満足してないんだって分かったし。どういうことだい？ほら、カオルさんはただ弾くだけじゃなくって、お客さんのためにパフォーマンスしたり、自分がお客さんからどう見えるのかとかめっちゃ考えてるし、さよさんは私から見たらもう神様みたいなレベルでギター上手いのに全然妥協しないで練習してるし、そういう人たちを見てたら私もこのくらいで満足するわけにはいかないなって。ええ、それが任されたパートに責任を持つということです。さよさん、最初あなたに練習を見てほしいと頼まれた時、正直に言ってあまり気乗りはしていませんでした。すぐに弱音を吐いてギターに対してもバンドに対しても真剣に向き合っていないように見えましたから。ですが練習を見るうちにそれが間違いだったと分かりました。あなたは弱音を吐きながらもあなたなりにギターに、そしてバンドに向き合っていた。だからこそ私はあなたに協力しようと思ったんです。え、急に真剣に褒めないでくださいよ。さすがに恥ずかしいんですけど。褒めたつもりはありません。
思っていることを伝えたまでです。そういうのが一番恥ずかしいやつなんですって。けどそこまで期待されたらやるしかないですね。ほら、私天才なんで。あなたならそう言うと思いました。あれ、まだ戻ってこないと思ったら3人で何してるの？もう休憩時間過ぎてますよ。待たせてしまってすまないね。それじゃ練習に戻ろうか。ですね。皆さん改めてよろしくお願いします。ええ、最後まで気を抜かず取り組みましょう。いよいよこの日が来ましたね。霧ヶ谷さん、大丈夫かしら？さよ先輩、心配しすぎですって。今日ずっとそわそわしっぱなしじゃないですか。ですがテスト合格したって連絡も来たし、あんなにいっぱい練習したんだから絶対大丈夫ですよ。私たちも瞳子ちゃんもやるべきことは全てやった。あとは見守るだけだよ。ええ、そうですね。花園さんもこんなに落ち着いているようですし。あら、ああ、あっちにいますよ。ドリンクの交換してます。あ、戻ってきた。あれ、みんなまだ取ってきてないの？ここのライブハウスはオレンジジュースがおすすめだよ。花園さんは落ち着きすぎな気がしますが。私もそう思います。おや、そろそろ始まるみたいだよ。瞳子ちゃんの勇姿を見届けようじゃないか。みんなありがとう。次は今日初めてやる新曲、私の超かっこいい見せ場もあるんで期待してて。それじゃあシロ、あとはよろしく。この曲は。どうして自分でハードルを上げるようなことを。瞳子ちゃんは生粋のエンターテイナーだね。二人とも始まりますよ。出だしは順調そうですね。次は難しいフレーズだったけれど、うまく弾けるかしら。さよ先輩、授業参観に来た保護者みたいになってますよ。あ、ここ教えるの大変でしたよね。瞳子もすっごく苦戦してたし。ええ、ただでさえ本番のプレッシャーもある中でちゃんと成功させられるでしょうか。やった、見ましたか、さよ先輩、完璧にできてましたよ。はい、今までで一番の出来でした。この次はいよいよ霧ヶ谷さんの見せ場のシーン。ああ、ここは特に熱心に練習していたからね。きっと素晴らしいパフォーマンスを。多くを語る必要はないね。この歓声こそが瞳子ちゃんの練習に対する答えだよ。聞いてくれてありがとう。次も超かっこいいライブにするんで絶対来て。終わりましたね。ああ、言葉では言い表せないほどの儚いライブだったね。うん、ちょっと震えちゃった。あれ、さよ先輩泣いてません？泣いてはいません。ただ自分のライブを見返したり、他のライブを普通に聞きに行くのとは違った体験でした。見守ることしかできないという点では自分のライブ以上に緊張したかもしれません。
氷川先輩、ライブ聴いてる時ずっと手握りしめてましたもんね。ああ、一音たりとも聞き逃すまいという表情だったね。ええ、いつの間にかそれほどまでに引き込まれていました。私もだよ。それじゃ、そんな私たちの気持ちを共に伝えに行こうじゃないか。そうですね。いい演奏でしたが、まだまだ改善の余地があることを伝えに行かないと。さよ先輩、厳しい。あ、向こうから来てくれたみたい。さよさんたち、やっと見つけた。超探しましたよ。今こちらから楽屋に伺おうと思っていたところです。それよりこんなすぐにロビーへ出てお客さんに見つかったら。そんなことミクロンですって。それよりどうでした？私、かっこいいライブできてました？ええ、とてもとてもいいライブでした。